今から13年前、楠本光が校舎を飛び降りたのを機に桑名の人生は決定づけられた。彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく各地で人を殺している。だが沢陽子の死は桑名にとっても事態が予測不能となったことを示していた。何やってんだ、てめえ。顔と身元は抑えさせてもらったよ。これでもうお前らには何の脅威もない。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分つけにしといたからさ、すぐ払う時が来る。震えながら待ってな。お迎えが来たよ、間宮さん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ、恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。東、もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう、一通り説明もしといた。支度ができたらすぐこっち来るってよ。なんか言ってた？城崎先生。桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜ。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけねえ、八神さん。別にいいって。実際肝心の桑名には逃げられちゃったしな。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ。間宮さんにご協力いただいてさ。事件の事情聴取ってわけね。じゃあ白崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。八神さんは一息入れてきたら。ん？そうか。みんな揃ったら電話するよ。ああ、俺もそれで構わねえぞ。そういや東、神室町で何か変わった様子は？ RK の連中はどうしてる？ああ、それなら昨日あたりから妙におとなしいってうちのもんが言ってた。頭の相馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからな。くそ、あいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねえ。カイトーの兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる。返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ？極道として言ってんじゃねえ、人としてやらなきゃならねえけじめだろ。その考え方が極道っぽくない？じゃあ人として取らなきゃならねえ敵討ちだ。うん？いや、モーラルか。全然違う方向に行ってるけど。とにかく俺は極道やめても人間やめたわけじゃねえ。人としての筋を通す。はいはい、人間そう簡単に変わるもんじゃないね。
A few moments later. もしもし、矢上さん、杉浦。ああ。城崎先生たちがシャルルに着いたよ。間宮さんへの事情聴取の準備してる。わかった。そろそろ戻るよ。源田先生まで。なんだよ、俺にいられちゃ迷惑か。まさか、そんなつもりで言ってませんよ。うちの沙織君がコケにされたんだ。どんな相手か面を拝んでやろうと思ってな。なんなの、こんなに大勢で。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ、それと改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ってことで、まずは例の痴漢事件からだ、間宮さん。さっさと終わらせて。あのさ、ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。江原の痴漢事件は三越場殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか。はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなく、その替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ。偉人町にいたのか、それとも都内の方に。さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ、江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を。この江原が実は桑名だったわけか。そう、先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、出なきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない。でも口元の感じとかは全然違うよ。本当にこれ桑名さん。あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。はあはあ。 3D プリンターってのは、PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。例えば人の顔も PC が形を読み取れば 3D プリンターで精密に再現できます。私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすましてた。こんなのですよね。ほら、 3D プリンターさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。なんだこれ。なるほど、目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。いや、すごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。そりゃたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。感心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だったとして、まだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね、私も同意見です。
疑問がある証拠って例えばどれですか？この証拠にはまだ説明がついてない。これって警察は江原を捕まえた後手の付着物を調べてる。でその微物検査によると江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出た。ええ、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずです。なのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな。そんなの簡単。私電車に乗る前ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから、そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。いいかな、これ。何なの？事件前、江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてた。ねえ、10月7日の午前7時43分です。ありがとう、星野君。八神さんのお役に立てて嬉しいです。三越芝の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が美人町で三越芝を殺したんならその後13分で池袋まで移動しなきゃならない。はっきり言って無理だ。なんだそんなこと。ん？そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう？江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に。言われてみれば単純なトリックですね。ただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越芝が殺されたことを誰も知らずにいたからな。やってくれるよ。まだ他に何か？あんたはこれを見てどう思うんだ？やめてよ。なんで目そらす？あんたはこれをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。そうだけど。この動画は誰がネットに上げた？先生、最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう。先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし。だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う？桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。
皇帝は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を恥ずかしめるために士官の汚名まで着てみせた。ええ、警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。察するにあまりあるってもんだ。ええ、いいコンビだよね、先生と江原さんは。もう失うものがないから、私たちだけがリスクに怯えて協力させられてる。今もそう。もう終わりにしてくれない？八神さん、もういいんですか？ああ、十分だと思う。士官に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。控訴って言うと士官の裁判をやり直すってことですか？ええ、そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。どうしたんです源太先生、何か問題でも？いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。弁護人だけがいくら控訴申し立ったって、江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そこは明日にでも江原と話したいですね。けどまずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。そうですね。ではそれはしかるべく明日拘置所で待ち合わせましょう。わかった。じゃあ今夜はもう解散？ああ、みんなお疲れさん、ゆっくり休んでくれ。よう八神、さっきの間宮ゆいってあの女返しちまってよかったのかよ。ああ、なんで？そりゃだって何件も桑名ってやつの殺しに協力してたんだろ。殺に突き出すとかしねえのか？けど仕方ないんだよ。仕方ない？実は彼女の言ってた殺しってさ、俺らまだ何も証拠をつかめてないんだ。え？そうなのか？三越芝以外の死体は見つかってないし、彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もない。だったらとりあえず家に帰すしかないだろう。杉浦が無事に送り届けてるはずだよ。そうか、じゃあそれはいいとして、お前はここで何してんだ？みんなもう帰ったのに。なんだよ冷たいな。帰れってこと？用が済んだなら帰れ、お友達じゃねえんだからよ。ああ、そういうこと言うんだ。その代わり手が足りねえならいつでも言えや。最近暇してんだよ俺。お前が頭下げて協力してくれっつうんなら考えてやってもいい。お前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃうよ。ごちそうさん。いや、お前そこはちゃんと頭下げて頼んでけよ。なんだ？
私に控訴を進めに来たと、そう伺いましたが、何か新しい証拠でもあったんですかね。間宮由衣から話を聞きました。あなたは御子柴殺しのアリバイを偽装するためにあえて痴漢の濡れ衣を着た、ですよね。ほう。目的は息子さんの復讐と、大々的にその罪を逃れて法を嘲笑ってやること。おっしゃってる意味が分かりません。江原さん、多分あなたが思っている以上に私たちは事態を把握してます。どう把握されてるんです？先ほど八神さんが言いました。あなたは無実です。痴漢の事実に関しては私は弁護人として控訴を申し立て、改めてあなたの無罪を主張します。いえ、結構ですよ。私は卑劣な痴漢です。検事も裁判官もそう確信して判決を出したんですから。痴漢があった10月7日、あなたは午前6時半ごろ都内にではなく異人町にいたはずです。いえ、家にいましたよ。そんなわけはありません。ん？息子さんを自殺に追いやった男をあなたは存分に痛めつけたかったはずです。自宅にいたんじゃその機会を逃してしまう。だからやっぱり異人町にいたんでしょ、江原さん。そして御子柴が家を出てくるのを待ってたんです。桑名の元教え子たちと一緒に。車に引きずり込んだ獲物は異人町の廃ビルへ連れて行ったんですよね。後に殺害現場になる場所です。御子柴は指の骨を全て折られていました。彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動です。きっと一切手を抜かずに御子柴を痛めつけたんでしょう。たっぷりの苦痛と恐怖を味合わせた。そこにあんたがいなかったなんてありえないよ。かけてもいい？それで？続きが聞きたいか？あんたにはもう全部分かりきったことなのに。いや、あんたらの突飛な発想に興味があるんだよ。御子柴を痛めつけたあんたが次にしたのは。これは素晴らしい動画だ。あんたは御子柴の体に自分の痕跡が残らないようにしてその喉をかき切った。死亡推定時刻は10月7日の午前7時半ごろ。血まみれのコートを脱ぎ捨ててあんたは急いで移動を始めた。行く先は間宮由衣の待つ池袋駅。どうかな、私は7時半過ぎにはもう池袋にいた。異人町で御子柴を殺すのは時間的に不可能だよ。池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だ。その正体は異人町の便利屋で桑名仁。もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな。元高校教師の北方優って。あいつはどっちの名前をあんたに言ってた？誰のことを言ってるのかわからない。桑名が駅の防犯カメラに映ってる間あんたはまず池袋で間宮由衣と会った。そこで彼女の用意してた下着に触れた。その時手についた微物は後々痴漢の証拠として警察に検出される。そしてあんたは一足先に電車で新宿駅へ。その後間宮由衣と桑名が痴漢騒ぎを演じながら新宿駅に到着。電車から飛び出した桑名を間宮由衣が走って追いかける。そしてあんたは何台も防犯カメラがある駅のわずかな死角で自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた。改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される。
午前7時43分に池袋に至って物証の一つだ。そうやって同じ姿をした二人は瞬時に入れ替わった。でも人混みの中、周りの通勤客は気にも留めない。だからきっと間宮ゆいが周りに助けを求めたのは、あんたらが入れ替わった後のはずだよ。その先はテレビで何度も流された通り、大勢の前であんたは痴漢として取り押さえられた。現役警察官が痴漢で逮捕、往生際悪く捕まる姿は世論の怒りを買いました。結果、初犯であるにもかかわらず実刑判決。誰もが卑劣な痴漢に妥当な制裁であると感じていました。弁護人である私でさえもです。もっと自信を持ってくださいよ、城崎先生。検事や裁判官、あなたのような先生方が何人も知恵を寄せ合った法廷で私は有罪になったんです。疑う余地はありません。私も敏郎にいじめはなかったとする判決を受け入れましたよ。法廷の下した決定には従うほかない。そうでしょう？ねえ、そうでしょうが。あんたの言いたいことはわかる。法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな。息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした。学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたと。でもそう吹き込まれただけで、あんたは桑名と共感し御子柴を殺したのか。彼は生きてるうちに指を全部折られていた。なんでそこまでの殺意が持てた。どうなんですか、江原さん。沢先生からいじめの事実を知らされた。敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだった。あんたは彼女からそれを聞かされたのか。そういうの当たらずとも遠からずっていうんだろうな。え？彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していた。それが録音されてるとも知らずに。何？桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。沢先生が敏郎の担任や弁護士に口止めされてたこともそこで知った。それは裁判中、私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ。沢先生の言葉でやっと私はあいつがどれだけ追い詰められていたかが分かった。他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか。例えば敏郎君の日記とか。何もなかった。敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった。多分私のせいで。どういうことです？あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。筆箱を捨てられたとか教科書を隠されたとか。そしてそれを聞いた私は、お前が弱いからだ、もっとしっかりしろと叱りつけた。そうするべきじゃなかった。あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか。恥ずかしいと思ったはずだ。それでも助けを求めた行動、私は何よりもまず認めなきゃならなかった。よく打ち明けたと褒めるべきだった。なのに私は突き放してしまったんだ。
そして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかった。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろう。なのにその清涼高校であいつは。だからあんたは三越芝に迷いなく殺意を向けた。さあな。桑名は沢先生との電話をあんたに聞かせたんだったな。あいつが現れたのはその時が初めて。なあ、彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた。警察官の制服を着ていたこの私にだ。大胆なやつだよ。でも今は感謝しかない。彼はこれまで他にも三越芝のような連中を何人も始末してきたと言ってた。そしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだ。いじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が加えられるべきだと言ってな。そのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です。法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります。腕力や財力、そういう力の有無に左右されないからこそ法は力の弱い者も救えるんです。なら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい。法で裁けない者を見過ごすのは法で守れない者を見捨てるということだ。人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです。桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと拒む人もいたようでね。ただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もない。それがどういうことかわかるか。復讐という選択をするしないにかかわらず桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよ。なのに法ってやつは不公平だし不完全だ。違うか。違わないよ。でも公平であろうとみんな努力してる。完全を目指して法律も変わり続けてる。それじゃ遅すぎるんだよ。敏郎は殺されたも同然だった。なのに三越芝広は野放しにされてる。教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞ。あんな人間が馬鹿げてる。法律が公平になるのを待ってたら私は老いぼれて死ぬだけだ。敏郎のために三越芝がのうのうと生きてる社会は見過ごせない。なら私が手を汚す以外にどんな方法があった。私がやるしかなかったんだ。矢上さん、今の初めて三越芝殺しを認めましたね、江原さん。無能な警察に引き換えよく調べたよ、あんたたちは。桑名さんの計画した仕掛けは上々だった。それがこんなに早くバレるとはな。運が良かったんだ。間宮ユイには桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった。何の話だ。いやあんたに教える義理はないよ、江原さん。このままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります。もちろんだ。それが狙いなんだから。有罪が確定して私は痴漢として罰せられる。そうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せない。もしその後私が三越芝を殺してやったと騒ぎ立ててもな。あなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか。
ミコシバを殺す私の動画はもうみんな見たはずだ。もちろんあれは本物だよ。なのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてる。きっと私が自白したところで見て見ぬふりだ。まさかそんな。いや、あり得る話かもな。ただ連中がどう反応しようがあんたは構わない。そうやって法をコケにしたいだけなんだろう。敏郎君の件をなかったことにした法をさ。あんたはだいぶ分かってきたようだな、八神さん。検察が三越場殺しで私を調べるなら、まず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らない。しかしそれは法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだ。だから誰もが三越場殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできない。そんな状況になったら最高じゃないか。あんたの気持ちもわからなくはない。そうやって越に行って喋りたくなるのもな。ん？けど今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい。虎の尾？神室町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。その誰かっていうのが虎だよ。そいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてる。そして沢先生が巻き込まれた。拘置所でも新聞くらい読めんだろ。知らないか、沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ。桑名の巻き添えになって。彼女が殺されたのは知ってる。でもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだ。神室町の半グレって RK か。ああ、ただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってない。あんたはどう思う？分かるわけがない。もしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか？何？人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよ。そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生む。そして考えもしなかったことが起きる。桑名はあんたも言ってたように三越場以外の殺しも繰り返してきた。そのことが怒った虎を呼び寄せたのかも。そしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたら、あんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか？彼女は法廷で嘘の証言をした。敏郎へのいじめはなかったと嘘をついた。それは証拠もなく未成年の三越場を名指しできなかったからだ。確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってた。でもだから殺されても仕方なかったと。あんたが敏郎君のためにしたように俺も沢先生の死をはっきりさせる。どうやって？あんたや桑名のやったこと、その全てを公にするってことだ。それにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある。間宮結衣への痴漢について、江原さん、あなたは無実です。先の法廷では十分な審理がされてませんでした。あなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください。それで私に何の得がある？また法廷をコケにできるよ。どうせ無所に入ったら半年も暇なんだろ。わかった、好きにしたらいい。ただし。何です？私は法廷で三越場殺しを認める気はない。そんな状況でも控訴なんてできるのか？それはやってみなきゃわからない。行こう沙織さん。依頼人は控訴しても構わないと言ってる。
そうと決まったらすぐに動かなきゃ。ええ、そうですね。八神さん、沢先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも御子柴じゃないってことになる。あんたはそれを認められんのか。あんたのこと、桑名のこと、沢先生がなんで死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。八神さん、源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああ。なるほど。じゃあ江原は御子柴殺しを認めたんだな。非公式にですけど、復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ、なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。源田先生、痴漢と御子柴殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の御子柴殺しを立証しなきゃなんね。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。検察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮由衣たちの協力があればあの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか。先生は無理だとおっしゃるんですか。無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で御子柴殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねん。はあ、それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか。はっきり言って私は随分見くびられていたものだとそう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生、江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか。我々が検察や裁判所に忖度なんてしたらそれこそ向こうの思うツボです。弁護士が法と向き合うとき自身の保身を気にしてどうするんですか。ああ、確かにそうだ。そうなんだがよ。それに私は第一審で江原の無実を弁護しているとき実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん、江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ八神。全部沙織さんに従いましょう。俺も江原や桑名の行動を理解はできますが見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。ええ、ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。どういうことだ。御子柴殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは
姿を消している桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。じゃあお前の目的は江原じゃなくて桑名なのか。確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せればそれを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつを掴まない限り沢先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。分かったよ、なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか。源太先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。まあそれに若者たちの成長は甘く見てたな。すみません、先生に向かって生意気な口を聞きました。いや、そりゃこっちのセリフだ、沙織くん。よし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止める者は何もない。存分にやってくれ。はい。もしもし。八神氏、まだ神室町においでですかな。ああ、どうした。RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人町は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人町に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。私はこれから控訴申し立ての準備に入ります。八神さんにはそれができるだけの材料を集めていただきました。ありがとうございます。よし。ぼんやりしてるうちに沙織さんがどんどん遠い人になっちゃいそうで、僕も頑張らなきゃ。新谷はいなくなっちまったが、沙織くんがうちを支えてくれてるよ。星野くんはまあそのうち本気出すだろう。おっと、そうでしたか。なるほど、だいぶ見えてきましたね。うん、桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の御子柴殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと？ RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのか、
だよね、八神さん。ああ、そこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もある。もともと RK は偉人町に来る前、河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。やつらの目的は何なんだ。考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人町で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。ええ、八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。